はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはアップスロワーエンドオブゴッツということで、アップスロフ、なかなかこの APSUIOU V か、この V のところをね、ブって読むのかと思ったらフって読むみたいですね。ということなんですけども、ソフトソースさんのサイトって、これなんかシンガポールの会社かな、なのだからかもしれないんですけど、公式のサイトがね、自動翻訳かけたりするタイプだったりするんで、とりあえずこう PR タイムズのねリリース情報を見ていこうかと思います。北欧神話と近未来 SF ホラーアクションが巧妙に融合した、アップスロフエンドオブゴッツが2024年9月26日に任天堂スイッチパッケージ版で日本リリース決定。近未来テクノロジーと北欧神話が織りなす悪夢のような聖域を探検し、混沌が支配する世界を旅しながら揺らめく影に潜む危険から生き延びろということで、これはまあ2024年6月26日に出たリリースだから、まあこれが出るよっていう予告みたいなもんだから、まあちょっとね、文章はあれなんですけど、ただリリース文として見るとちょっと直訳系の気がするから、やっぱりそこら辺難しいんですよね。はい、シンガポールを拠点とするパブリッシャーソフトソース PTELTD は、開発元のアングリー、デーモンスタジオ AB と共同で、待望の未来、近未来バイキングホラーと SF アドベンチャーの融合傑作であるアポスロフ、エンドオブゴッツ、まあ、神々の終焉ってわざわざ和訳してんだけど、だったら 和名でタイトル入れりゃいいのにって感じがするけど、まあいいや。任天堂、スイッチパッケージ版を2024年9月26日に日本で発売することを発表いたしますということですね。はい、ということで、人類は大地深くを掘り漁りかな、神々の慈悲を発見するに至る。しかしそれは決して地上に出してはいけないものだった。ミッドガルドにもユグドラシルの領域にも決して。ユグドラシルの領域を調査するために建造された施設で君は目覚める。忍び寄る危険を、切り抜け、君は技術と神話的遺物が形作る世界を探索する。そこは、混沌が人間の領域を支配する場だった。しかしその混沌の中に君は目的と運命を見出すことになる。テクノロジーと神話的アーティファクトに彩られた混沌が支配する人間の世界を旅しながら揺らめく影に潜む危険から生き延びろ。結構概念的というか、なんかちょっと堅苦しいというかなんだけど、まあこの画面を見ると 3D タイプなのかな。で、まあジャンル的にはまあアドベンチャー、ホラー系のアドベンチャーで、主観視点なのかなぐらいのイメージかな、ここまでだと。で、主な特徴、未来技術と北欧神話が紡ぎ出す悪夢のごとき領域を探索せよ。独特の世界観で構築された一人称視点ホラーを体感せよ。別世界の異物とユグドラシルの秘密の数々を制覇せよということで、まあこんな感じで、まあ主観視点で、まあリアル系ビジュアルって感じかな。はい、というぐらいしか情報がないかな。はい、ということでゲームタイトル、アブソルフエンドオブゴッツ、ニンテンドースイッチパッケージ版、価格が5280円、発売日が2024年9月26日ということになっています。で、ジャンルが北欧神話と近未来 SF ホラーアクションっていうね、まあ、混ぜるな危険っていう感じが若干するんだけど、神話と近未来とね、難しいね。で、字幕のフォローが日本語ってことは、
言葉は多分英語なんだろうね。うん、という感じになってます。なんかね、こうタイプ的には PS5 とかの方が向いてんじゃないのって気がしないこともないんだけど、まあ日本の市場を見るとやっぱスイッチだよねってところでこう来てるのかなという印象が若干あるんですけど、いかがでしょうか。まあとりあえず今んとこスイッチ版だけみたいですね。まあ、ただあのソフトソースさんのタイトルって結構ダウンロードは他の会社がやっててパッケージだけとかね、そういうパターンもあるんで、これはちょっと調べてみないと何とも言えない部分があるかなって気がするけど、まあとにかくタイプ的にはなんとなくスイッチ向けな感じはあんましないかなというのが個人的な印象です。